ロイヤルエントリー。皆さんおはようございます。さあ本日は3人揃っての桜松聴講。あいにくちょっと曇ってね、雨模様ではあるんですが、やれないことはないということでこちらの方3人入ってまいりました。それでは行ってみましょう。金頭友蛇が暗いうちに釣りました。釣れました、うん、いいね。ちょっとごちそうですよ、これ。よかよか。だって、入ってくるタイプこんなんだよ、全部。今のところ魚の反応というか当たりはないですね。ちょっと波も少し高くなってきたんでどうなのかなと思いますが、まあでもちょうどねタイドグラフを見ると今が一番いい時間帯なんで、なんとかちょっと短い時間ではあるんですが集中して狙っていきたいと思います。ちょっと2人には内緒なんですけど、こいつを投げてみたいと思います。もしかしたらゲストが釣れるかもしれません。さあそれでは内緒でワードを投げてみます。いきます。ロイヤルエントリー。でも魚にはちゃんと出会えてる。それだけでもいい。チャンネル登録してね。もうみんなちょっと広い範囲広がって立ち込んではいるんですが、どうもお魚の反応はありませんと。今日は友蛇が釣った金頭のみで終わってしまうんでしょうかね。まあ、ただ本当にこの反応がない中、友蛇はやっぱりお魚との出会いはあるんですよね。さすがです。改めまして行ってみましょう。なんでそうなるかね。今日は潔く撤収しましょうかということになりました。ヨッシーのが辛味噌ネギの小辛、いいね。こっちが辛味噌ネギの友蛇が中辛、いいね。ニンニクたっぷりまた。昼ですけど。え？寝るだけ。寝るだけだから。あともう。家帰ったら喋んない。喋んない。
向かうチェック、向かうチェック。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ホットじゃ嫁じゃを応援してくださる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。